次に、星野和彦さん。星野和彦さん、えー、通告に従い、えー、宮津市公設市場の現状と将来。 およびインバウンド戦略と戦術について2点ご質問いたします。まず1点目の宮津市公設市場の現状と将来についています。今から40年前の昭和50年に、大山町から現在の新浜に設された公設市場は、地元の新鮮な魚を扱う台所として、市民と観光客に親しまれてきました。またテナントの1つのつ パン屋さんはインターネットの販売で全国一を争っていますしかしマルシェ計画の停滞と建物の老朽化等から店舗の撤退が続いています現状の問題点と今後の方向性をこれよりお尋ねいたしますまず公設市場が設立された経緯と目的を簡潔にご教示ください山根産業振興室長 公設市場につきましては大正7年でございますけれども当時の物価高騰背景にいたしまして市民の消費生活の安定に資することを目的として開設,開設されたのが始,めと言われて始まりと言われておりますこれが全国に広がったものでございます本市におきましても昭和7年に開設をいたしまして 昭和50年4月には都市計画道路のまあ建設もございましてですね現在の場所へ移転しまあ今日に至っているということでございます。星野和彦さんありがとうございます。えー、次に質問します、えー、現在の公設市場の問題点を宮津市としていかに捉えられて捉えられているか伺いますまず一点目です。 耐震構造と電気施設など、老朽化の現状、さらにこの再来年のです、ね、2017年3月に閉鎖するという噂が広がり、テナントと市民の皆さんが不安になられています、その真意をご教示願います山根産業振興室長。えー、この,あの施設についてですけれども。 移転後40年が経過する中公設市場の出店事業者の数なんですけれども昭和50年には21事業者がありましたスーパーマーケット等の出店等それから販売形態の変化によりまして現在6事業者に減少をしておりまして市民の消費生活の安定に資する施設の目的と いうことで、必要性は薄れているのではというふうに認識しております。で施設の具体についてなんですけれども、えーまあ電気、電気系統の付属設備も含めてなんですが、老朽化が本当にあの著しく進んでおりまして、近い将来、施設の閉鎖は避けられないというふうに考えております。ここれらののととを考えましてです、ね、組合の皆さんとは えー、平成29年3月という、えー、時期をですねご提示をさせていただきまして、えー、話し合いを始めたところでございます星野和彦さん、えー、結論の方はまだ出てないと返してよろしいですか、山根産業振興室長、はい、あの結論はまだあの出ておりません星野和彦さん。 えー、そしたらちょっと仮定として、えー、お尋ねします、公設市場閉鎖後のです、ね、土地の流行利用のか計画があれば、えー、ご供述願います。というのは、ですね、えー、この現施設が存在する方が維持費等で赤字であれば、えー、やむを得ないと思いますが、その跡地利用計画もなく、ですね施設を撤去するのは、非効率と考えられます山根産業振興室長。 将来の土地の利用計画についてでございますけれども、現在、現時点で決定はしておりません。跡地を有効に活用できるよう、今後、検討していく必要があると考えております。まずはですね、現施設につきまして、組合の皆さんと協議を整えていきたいというふうに考えております。星野安藤理事。 補足させていただきますと現状の施設は老朽化が非常に著しいものです耐震改修も必要でございます電気設備については間もなく保証の期限が切れるという状況でございますこれをこのままの状態で使用し続けるということは大変危険な状況でもありまたその電気施設の影響が周辺地区にも及ぶ恐れがあると いう状況でございしたがいまして、議員が今、ご指摘になりましたように、このまま使い続けた方がというご指摘ではございましたけれども、使い続けるためのコストが大変かかるという状況から、閉鎖やむなしという判断をしたものでございますので、ご理解いただきまますすようお願いいたします星野勝彦さん、えー。そしたら、ですねその政府を維持した時の経費の見積もりというのは取られてますか。 山根産業振興室長施設の経費につきましてですが、あの4点ぐらいあの、まあ、大きな改修費用がかかってこようかというふうに思っております。で見積もりというわけではないんですが、あの雨漏りを、施設なんですが、雨漏りをしてもおります。でこれが平成5年ぐらいに一旦 防水関係を控除しておるんですが、その金額というのが約2000万、それから電気系統につきましてもです、ねえーああ、すみません、えー、2つ、まあ、ポイントがあるんですが、それを合わせますと約300万、それからもう1点ですがあ、耐震の方ですか、耐震回収につきましてはです、ね、ちょっとこれは、まあ、どの程度かかるかというところは、そこは算出をしておりません。 ですが、あの相当の額がまあかかるということは、あのまあ皆さんお分かりになるのかなというふうに思っております。星野和彦さん、了解をいたしました。あの以上するということはじゃあかなりの費用がかかるというふうに捉えます。えー、そしたら、えー、別の切り口からお尋ねします。えー、公設市場のおおよその売り上高、売上高推移や、えー、市民と観光客の比率といったですね、このマーケティングですね。 これをされていらっしゃれば、ご教示ください。山根産業振興室長マーケティングの把握についてでございますけれども、公設市場の売上それから入り込み客のアンケート調査に頼るしかないということもございまして、この調査につきましては実施しておりません、で把握ができていない状況でございます。 星野和彦さんありました、えー、次の質問いたします、えー、この周辺の不動産情報と比較した、えー、この公設市場の賃料ですね、それとあと光熱費の負担の仕組みをご教示願います山根産業振興室長。公、えー、設市場の、えー、施設使用料につきましては、えー、条例で、<laughs> 月額を定めておりまして、えー、店舗部分は1平方メートルあたり、えー、1440円、それから2階の倉庫部分につきましては、同、えー、360円、それから屋上は同140円と、えー、しております。えー、近隣の貸し店舗の家賃を、えー、ちょっとあのお聞きしてまいりましたが、まあ、幅はあ,のありますけれども、まあ、建築年数だとか、 それから1店舗あたりの面積と同程度のその物件1平方メートルあたりにつきましては、約1500円というような結果でございます。築40年を経過した現在におきましては、公設市場の使用施設使用量はおおむね同程度になっておるという状況でございます。それから 光熱水費等の費用につきましてなんですけれども、えー、公設市場はあのもちろんなんですけれども、民間施設につきましても、えー、使用者が全額負担をすることと、えー、なっています星野和彦さん、ありがとうございます。えー、そしたら、えー、撤退したです、ね、店舗の数、これと各々のの理由をです、ね、分析されていればご教示願います。 山根産業振興室長。近年の,の撤退した事業者とその理由についてでございますが、平成25年度に2事業者、それから平成26年度に1事業者、平成27年度に1事業者、 ということでございまして、近年合計四事業者が撤退をされています。で、うち三事業者につきましては、えー、高齢やあのご病気によりまして、それから一事業者は転業をあの希望されたことにより撤退されたというふうに、えー、認識をしております。星野和彦さん、はい、ありがとうございます。 そしたら、ですね今週に発生したと言われてますけれども、漏水に対する修繕工事が遅れたと、こういうふうにテナントの皆さんから伺っております、その理由をご教示ください。山根産業振興室長。施設の組合の皆さんからですね、あの組合の皆さんといいますか、一事業者の方から、春から連絡をしてあったと。 いいうふうふに、えー、お話を伺いました、えー、私どもがの、所管室が公設市場を訪問しました8月5日に、えー、把握をいたしまして、えーまあ、その漏水なんですけれども、あの施設内の床下から、まあ、漏水をしておりまして、その見えない部分であったこともありまして、えー、少し時間を。 少ししし時間を要してましまったとといいうところがございます本当にあの、まあ、いずれにしましてもですね早急に、えー、対応すべきであったということでございまして、まあ、反省をしておるところでございます。でこの施設なんですけれどもあの施設の配管があの著しく老朽化もしておりまして、まあ、今後も同様の、まあ、事態が まあ、発生するのではないかなというふうにあの考えておりまして、このような事態が生じないように、まあ、今後は気をつけたいというふうに思っております星野和彦さん。ありがとうございます。えそしたらですね、半町で最近はよく開催されるこのイベントの際に、ですね出店や協調等のですね依頼をされているか、ご教示願います山根産業振興室長。 えー、浜松であの、えー、宮津まちづくり会議がまあ開催します、あの満腹祭や、真、まあ、心市運営組合の季節イベントなどが、まあ、あの実施されておりますけれども、えー、満腹祭にはあの、公設市場の事業,事業者の方にです、ねえーの、毎回お声かけをしておると。 というふうふに聞いておりまして、えー、開催地や指等につきましても、あの公設市場のです、ねえー、場所をです、ね、表記するような、えー、ことをしているということでございます、えー、それからあの真心市のです、ね、季節イベントにつきましては、えーまあえー組合の、組合員さんが出展するものでございまして、えー、声かけはされてないというふうにちょっと伺っております。 はいえー、それから、まああのー、公設市場の、まあ、鮮魚の関係になろうかと思いますけれども、まあ、なかなかその鮮魚の販売につきましては、そのえー、浜町での販売につきましては、やはりの保険証の許可にです、ね、冷蔵等の一定の設備が、配置がまあ必要になってくるというところもありまして、まああのーまあ、これは。 あの個人的なちょっとあの意見なんですけれども、事業者の負担がまあ大きくなるためかなとか、ちょっと思っているところでございます星野和彦さんあの。イベントに一応、声はかけられているケースもあるということなんですけれどもあの、私がちょっとそういう、行きますとですね、イベントの方にで合わせて公成市場に顔を出しますと、ほとんど人が来られてない状態なんですね。 ですから、やっぱりここの P. R. の仕方にも少し問題があるんじゃないかなと思うので。まあ、これ、あの、これからの課題だと思いますので。せっかくああいう場所があるものですから、ぜひご検討いただきたいというふうに思います。次の質問です。えー、現テナントのですね、要望をお聞きになられていたら、ご教示願います。山根産業振興室長。 組合の皆さんとの協議を8月に行いましたけれども、その中で、浜町の地域振興拠点におけます商業施設の入店条件を示してほしいというのが一点ございました、それから浜町に商業施設ができるまで、施設の使用を延長してほしい。 といいうごご意見もございました、えー、さらにです、ね、空き店舗の募集はしないのかといった、この3つのご意見を、あのあの要望をあのいただいたということでございます星野克彦さん、えー。ありがとうございます。えー、ちょっとこれは、なんですかあの担当の,です、ね、この産業室長にお伺いします、えー。この最後に公設市場で買い物をされたのは、いつ頃になりますか。 山根産業室長私が公設市場で買い物ということでございましょうか、はい、あの私あの、すみませんあの、公設市場で買い物はちょっとしておりません星野和彦さん、まああの。できたら顔を出していただきたいということをちょっとお伝えしたかったんですけれども、終わりました、ありがとうございます、えー、次の質問します。 公設市場以外の,です、ね、この市内施設の外況についてお伺いします。この宮津市の,です、ね、このホームページに掲載されているアクセスランキングですね、これで第1位がふるさと応援寄付、いわゆるそのふるさと納税です。それに次きまして、第2位となっているのがこの宮津市公設市場です。これ、多分観光客の皆さんなんかが見るんだと思いますけれども、これをクリックしますとですね、新浜の公設市場以外に、 以下のの施設の写真と一緒にですすね営業時間が出てきます1つが漁市町にある朝市、これは宮津市食品卸売センターですねで、2つ目が浜町にある宮津真心市、これは宮津市農産物等直売所と、で3つ目がですね水産加工施設、タイマリンフーズですね、これはタイ宮津ヨットハーバーのものですこの、および、えー、食事処の海ミツバメというこの3施設ですね。 えー、この三施設のですね、公設市場との兼ね合いについて簡潔にご教授願いますか山根産業振興室長、えー、朝市につきましては、えー、民間施設です、えー、生産と流通の、まあ、円滑化を図るために設置されたものでございまして、えー、また あの宮津真心市なんですけれども、えーまあ、農産物直売所なんですけれども、えー、農村集落と、えー、市街地を結びつけまして、えー、観光との連携による地産地消を推進しまして、えー、農業の振興を図っていこうということで、えー、設置したものでございます。えー、さらにあのタイマリンフーズ宮津市水産加工販売施設についてでございますが。 えー、地元があの主体となりまして、干、えー、物の、まあ、加工、販売を行うことによりまして、6、えー、次産業化、えー、それから地産地消の取り組みによりまして、えー、水産業の振興を図っていくために、えー、それぞれ、まあ、設置されたものということでございます。でその兼、まあ、ね合いということでございますけれども、その、えー、施設の設置目的は異なりますけれども、えー 観光情報としてホームページに掲載されているものということでございます星野和彦さんあの。一見すると、これ、宮津ず人間であれば別々の場所だというのはよく分かるんですね。で、あこれ、一つにまとまってないのかなというのが、あのまあ、予想の人が聞かれたときによく僕は耳にすることですあとあの。こういった施設をですね、例えばコンセプトを持って、えー、共通のですね、 えー、なんとか県を作るとかですね、そういう構想なんかっていうのはないですか山根産業振興市長あの。そういったあの、えー、コンセプトを持ってです、ねえー、施設が、まあ、できればと、その、まあ、にぎわいも出てくるのかなというふうには思いますが。<laughs> 今、あの、どこでとか、そういった、まあ、具体の、あの、内容につきましては。まだ、あの、まあ、検討も、まだ、してない状況でございます。星野和彦さん。まあ、あの、諸事情があるかと思いますけれども、ぜひ、ご検討の方、をお願いしたいと、いうふうに思います。ちょっと、あの、目をですね、よその方に目を向けますと、この。え、公設市場の状況としてですね、他の、全国の公設市場の現状。 その総数と推移ですね。あるいはその観光地における取り組みなどの、えー、現況等を。えー、ご教示願います。山根産業振興室長 <coughs>、えー。全国におけます、あの、公設市場の現状についてでございますが。あの、本当に申し訳ないんですが、あの、インターネット情報、あの。ですが。 えーまあ、それぐらいしかちょっと情報がまあ収集できなかったんですけれどもあの、1970年代のスーパーマーケットが台頭してくるとともに、ですね、まあ、減少の一途をたどっているというようなあの技術もありますけれども、その総数の推移やです、ね、観光との,あの連携につきましてですね、 あの、詳しく、ちょっと把握が、まあ、できなかったという状況でございます。えー、ちょっと申し訳ないんですが、まあ、こういった状況でございます。あ、すみません。あ、それから、あの、えー。近隣の、あの、まあ。えー、北部三市とかはですね。あの、こういった同種の施設は、あの、存在はしてないです。星野和彦さん。えっと、近隣には、もともと公設場があって、なくなったのですか。 山根産業振興室長近隣市町、舞、まあ、鶴を例えに出しますと、公設市場はございましたけれども、現在はございません星野和彦さん。その舞鶴なんですけれども、このトレトレセンターというのは非常に盛況になってまして、これに関してお伺いします。この新聞各紙が報じているとおり、この本年7月のです、ね、京都縦貫道全線開通を機に、この京都北部の観光客,観光客が激増し、 アジムの里サービスエリアですね、こちらでは夏休みや休日における京都中間道の大渋滞とともに、全国の主要幹線にあるサービスエリアと引けを取らない売り上げを記録しています。また、この舞鶴トレトレセンターにおいても、観光バスとマイカーで訪れる観光客,観光客で大盛況となっています。トトレトレセンターに関して宮津市も学ぶべきとところがが多々あるかと思いますが 以下5点について、えー、あるいはその他考察されていることがあればご教示ください。まず1点、設立経緯、2つ目が組織体系、3つ目が旅行代理店が企画する旅行プランへの編入、4つ目がおおよその売上高、5点目として人を呼び込む仕組み、以上です山根産業振興市長。 5点ご質問をいただきましたまず1点目の設立経緯についてでございますが舞鶴トりトレセンターはですね多様化する消費者ニーズそれからモータリゼーションへの対応観光客の誘致あ誘客それから舞鶴港の活性化を目的にですね平成9年10月に営業を開始されたもの ものでございますそれから2点,2点目なんですけれども、組織体系ということなんですが、その運営につきまして、鮮魚・小売業者など9名で発足をされたということでございまして、舞鶴さか魚センター共同組合が行っているということでございます。でその同施設なんですけれども あの旅行大手六社とですね、あすみません、3点目につきましては、あの旅行代理店が企画する、まあ、旅,旅行プランの編入というようなことでございますが、え旅行大手6社とですね、あの協定を結びまして、誘客に努、えー、められているというふうに伺っております。で4点目その、おおよその、えー、売り上げ高ということなんですけれども、 えちょっと大変申し訳ございませんが、売上高につきましては、ですねあの情報をちょっと得ることがあのすみません、できませんでした、集客につきましては、ちょっと情報をまああのあの入手しておりまして、平成10年度に135万人を記録したということでございました、しかしあの一旦ですねえ平成14年にはですね、 54万人ままでで落ち込んだとといいううことがあったようでございますで近年ではです、ね、一時あの高速道路の無料化があったというふうにあの皆さんご存知だと思うんですけれども、その平成22年度にです、ね、その落ち込んだところから100万人まで回復してきたというようなことがございまして、以降、 少し減ってはおりますが、以降は80万人前後の安定した状態で推移をしているというふうに伺っております。それから5点目の、の人を呼び込む仕組みということなんですけれども、今年度につきましては、トイレの様式化とかです、ね、免税カウンターの設置とか、電気自動車の充電設備の設置など、 施設のリニューアルにも取り組まれたというふうに伺っております、それからテレビなど、積極的にマスコミ取材を受けられまして、本当に集客に努められているというふうに伺っております星野和彦さん、えっと、マイルのトレトレ市場で食事を取るところありますか山根産業振興室長。 はいあのまあ、トレートレーセンターも含めまして周辺地域、周辺にはあの食事を取るところがございます星野和彦さんあの。北海道なんかに行くとです、ね、市場でおい、えー、しい丼を食べようなんていうです、ね、それが非常に受けておるわけですね、ですからその中でよりもそのマーケティングのです、ねえー、可能性があるかと思いますので、えー、ちょっと今後のです、ね、検討されるんであれば、ぜひ検討いただきたいなというふうに思います。 でちょっとその、まあ、このマルシェ計画の停滞というのがです、ね、このなかなか、まあ、隣の舞鶴がそんだけ成功しているのに、歯がい,い部分もあるんですけれども、これに関してお伺いします。えー、本年の,この11月5日に、浜松地区一帯で進めている、このにぎわいづくり拠点、これはあの観光物流センター、宮津真心市ですね、これが道の駅として登録されました。 ししかしマルシェ計画のの停滞は公設市場の衰退にも大きく影響していいると思いますマルシェ計画について、ここで改めてお伺いします。マルシェ計画の進捗状況はいかがですか松崎観光まつづくり推進室長。えー、浜町地区の,あの地域振興拠点についてのご質問をいただきました、所管の,の方が観光まつづくり推進室になりますので、私の方から回答をさせていただきます。 えー、浜松の地域振興拠点につきましては、平成26年の3月から、商工会議所を中心としまして、まちづくり会議の方で検討され、先月24日には、これまでの検討結果を報告,とつ報告書として取りまとめられ、市の方に報告がなされたものでございます。えー、こののの報告書の内容につきましては先般のあの の方でもご説明をさせていただきましたけれどもこの地域振興拠点のコンセプトや規模大まかな立地場所などの基本的な事項と立地場所等の整理すべき事項等をまとめられたものでありますこの報告を受け今後市としましては報告しなる立地場所のことも含め浜口のにぎわいづくりの具体化に向けて 取り組むべき事項や今後の進め方等につきまして、早急に整理をしていくこととしている状況でございます。星野勝彦さん、えー。ありがとうございます、えー。マルシェ計画において、以前その公設市場の、えー、テナントの皆さんにですね。出店を打診されたとで、その時に家賃等の基本的な条件提示がなかったんだという風うに伺っております。その真意をご教示願いますか？ 答弁。松崎観光まつづくり推進室長。すいません。ま,せんえー、まあ。浜松の地域振興拠点の検討に当たりまして。あの隣接する施設である。まあ、この公設市場と。まあ、せ まあこの宣言販売などまあ有利なコンテンツになり得るという思いから平成25年度にはこの市場の皆さんとまあ意見交換する場を設けさせていただいたということでございます、まあ、この中であの地域振興拠点への出店事業者についての意見のやり取りにおいて基本的にやる気になるところを応援し入店していただくことまた高施設市場の方を 優先に入店することはできないが、やる気を出していただければ応援をすると、この市の考え方をお示しするとともに、厚生市,市場の皆様からは、具体の家賃や条件が決まった段階で示してほしいというご意見を伺っております。そのの後議会からの意見も踏まえ地域振興拠点に については、あの民間視点での検討が必要として。平成26年3月から宮津まちづくり会議の方でまあ、検討がされておるということでございます。この検討の条件につきました。先ほど回答させていただきましたけれども、もまあ、先般あの基本的な事項がまあ取りまとめられたということでございます。でまあ、そういう段階でございますので、まあ、具体化についてはまあ、これからという状況でございます。 でまたあの、この家賃や出店条件等につきましても、まあ、今後、まあ、具体化のことがまあ進められる中で、運営主体等がまあ決めていくことになるものと考えており、まあ、現時点では決まっていないという状況でございます。星野和彦さん。 今、ちょっと主体の方が変わられているってこともあるんですけれども、この現在6店舗がですね公設市場でこの営業をしてらっしゃいますが、このままではです、ね、物理的にこの、えー、皆さん、ですね別の場所でこの店舗を構えることになると、で改めてこのマルシェのですね出店を依頼しても困難になるんじゃないかということが危惧されるかと思います。したがって、このマルシェ計画遂行にあたって、ですね今後、テナントをどう募るのかと。 いうところは、ですねこれ、市としてもですね対応できるように、準備されるのか否か、その辺をご教示願います松崎観光まつづくり推進室長、えー。先ほどの答弁でもあの、今の現状というのを回答させていただきましたけれどもあの、このテナント募集につきましても、まあ、現代会では決まっていないという状況でございます。 星野和彦さん、えー、そうするとです、ね、まあ、これ、今後のことになると思うんですけれども、えー、各テナントとのです、ね、話し合いの中で、えー、この再来年の2017年3月にです、ね、この現在の公設市場を閉鎖するのであれば、このテナントからのです、ね、要望にあるです、ね、例えば現在のデッドスペースをです、ね、<laughs> 有効活用する観点で、えー、来年、少なくとも3月をめどにです、ね、可及的速やかに、 出店もしくは、えー、店舗拡張に関する新たな公募をかける条例改正を検討したりです、ね、あるいはこのマルシェ計画を踏まえて、えー、施設増強の上これは難しいとは思うんですけども、公設市場を延長するのか、えー、十分議論の上ですね回答を出していただきたいというふうに思いますけども、そのへんの最善の施策を、えー、重ねて、えー、お願いしたいと、今はそのここでどうこう言っても出るものではありません。 ただしあまり時間がない、その中で現場の方がです、ね、非常に困ってて、それはイコールです、ね、安心の里であれ、そのトレマイズのとトれレトレ市場であれです、ね、本来だったら、宮根総支設があったら、お金が落ちてるかもしれないですよね、それはもったいない話だと僕は思います。ですから、このあたりを今後、ぜひ早急にです、ね、市を挙げて、他の紹介書も合わせてです、ね、ご検討いただきたいというふうに思います。 次の2点目の、えー、インバウンドの戦略と戦術についてお伺いします。<laughs> 日本を訪れるこの外国人旅行者は、2013年に史上初めて1000万人を突破し、昨年1300万人、本年10月末時点で1600万人に上っています。これは昨年6月に政府の観光立国推進閣僚会議が2020年をめどに目標とした2000万人を 前倒しで達成する勢いです外国人旅行者の誘致は今から12年前の2003年に政府が観光立国宣言を行い国を挙げて本格的な取り組みが始まりましたその背景には以下4点が挙げられます1が、えー、平日の観光業を潤し観光消費の経済効果が大きいこと2点目が、えー、海外の富を 取り込む点では輸出製造業に似ているが、観光は製造業に比べ、資金と時間をかけずに稼げること。3点目、少子高齢化で今後、日本人の旅行消費は縮小するが、海外の旅行需要は新興国を中心に成長が見込まれること。最後の4点目です、地域経済の活性化効果が大きいこと。ことにこの人口減少に対して、 国土交通省観光庁が2013年に掲げた定住人口1人当たりの年間消費額124万円の減少分を補う方策の一つとして、外国人旅行者1 0人分の誘致を行うことは、国内旅行者に置き換えると、宿泊の場合26人、日帰りだと83人に匹敵すると試算しています。上述のとおり 現在国策としてインバウンド戦略が進捗し、全国各地で行政と民間が協力して、外国人旅行者の誘致を進めています。先月、私もマレーシアとインドネシアを訪問し、クアラルンプールの伊勢丹において、物産展を行う鳥取県のご担当者と接触し、ジャカルタでは日本政府観光局の視点で、現地と国内の動向を伺い、さらに中部北陸地域の 推進協議会が主催する小流動プロジェクトのプレゼンにオブザーバーとして参加しました。現地では自動車や大江機、その他製造業と規定を取らぬほど、<laughs> 日本の各行政と民間が協力した観光産業の進出が目覚ましく、各国ごとの長期休暇の時期や風習などのマーケティングと、そつのない PR 活動に驚きました。ことに 世界遺産の白川郷に隣接する岐阜県高山市は、30年前から英文パンフレットの作成を始め、海外戦略を定め、さらに海外業務部を設置し、主に雪を東南アジアで発信して、昨年、外国人宿泊者を前年比プラス5万人の30万人まで呼び込んでいます。宮津市のの外国人宿泊者の 前前年年実績は前年比プラス人人の約2万人です。高山市と比較して宮津市は外国人旅行者のゴールデンルートといわれる東京、富士山、京都、大阪に近く環境にも恵まれています特に欧米を中心として世界に通用する日本産経の天の橋立を要し 観光都市を標榜する宮津市の再興のための選択と集中を念頭に、インバウンド戦略と戦術をこれより伺います。まず、インバウンドの現状およびマーケティングについて、これから宮津市の外況を順次お尋ねします。まず、1点目です。えー、現在、日本の GDP は約500兆円で、観光業が GDP に占める割合は約2.3%。 金額でいうと約11.5兆円ですちなみに日本の基幹産業の一つである自動車産業の経済規模は約55兆円です観光業の GDP に占める世界の平均割合は約9%で今の日本にとって成長産業と言われています単純に世界平均に到達すると仮定して約33兆円の伸びしろがあると言えます 宮津市の産業における観光業の占める割合は現状、現状です、ね、算出方法が難しいかと思いますが、おおよそぐらどれぐらいになるか、ま松崎観光、観光まちづくり推進室長、えー、議員オフレンドアの,りのこの全産業における観光業の占める割合というのは、まあ、統計上、今、観光業という分類がございませんので、 これで算出することはできないという状況でございます。そうした中で参考ということになりますけれども、24年経済センサスで、観光業に一部含まれる業種分類として、宿泊業、飲食サービス業があります。この宿泊業、飲食サービス業の全産業に占める割合で申し上げますと、本市では、この 宿泊業、飲食、サービス業の売上げが67億2000万、から全産業の方の売り上げが599億2000万ということで、割合で言いますと11.2%になります、なお、この算出方法での全国の割合で申し上げますと、とといいうことでございます星野勝彦さん。ありがとうございます この数値を分析しますとまだまだあのこの宮津においてもです、ね、インバウンド戦略を乗りしろがあるんだというふうに分析されるかと思います次の質問いたしますこの訪日外国人旅行者の国別割合の上位は本年10月末時点で以下のとおりとなっております1位中国26% 2位韓国20% 3位台湾19% 4位香港8% 5位 米国4.2%、6位タイ3.8%、エリアごとに比較しますと、アジア83%、ヨーロッパ6%、北米5%、オセアニア2%の順となります。うん、宮津市における外国人旅行者の主な国別およびエリアの割合をご教示願います。松崎観光松推進室長 えと私のもので把握しておりますのはあの、この外国人の宿泊数での割合ということになります、これでの回答とさせていただきます。えー、本州の,あの国別の内訳になりますが、あの1番はの香港で46.2%の方が、まあ、泊まられたということでございます、次いで、えー、2番目が台湾 36.、36.6%、3位が中国で7.9%。 4位がアメリカで6%、5位が韓国で1.1%であります、また、これをエリア別で見ますと、もうアジアが92.3%、次いで北米が6.1%、ヨーロッパが1.2%で大半を占め、2位と3位は入れ替わりますけれども、日本全体とほぼ同様の傾向にあり、アジア圏の割合がより高くなっておるという状況でございます。 星野和彦さん、えー、ありがとうございます、えー。ちょっとアジアもですね、最近新聞なんか皆さんご覧になられているかと思いますが、あの経済にちょっと陰りが出てきてます。で、このまあ爆買いなんていう言葉が最近流行ったりもしますけれども、えー、まんべんなくう声をかけていくと発信していくことっていうのも大切かと思います。えー、次の質問です、えー。この日本のですね、昨年1年間の宿泊者数は。 これ全額でですね。四億七千四百万人おります。そのうち、この外国人が約四千五百万人。その全体の約十パーセントというふうに言われております。で、客室稼働率はですね。このシティホテルで七十八パーセント。ビジネスホテルが七十四パーセント。リゾートホテルが五十五パーセント。旅館は三十六パーセントとなっています。宮津市の、この稼働率と。一日あたりのですね。宿泊者対応数。が分かればですね。 ご教授願います。<laughs> 松崎観光まつづくり推進支庁、えー、まあ本事の方が把握しておりますホテル旅館宿泊のまあし、えー、民宿のあの宿泊施設は約七十施設で、まあ一日あたりの収容人員はまあ約四千人ということでございます。えー、このうち、ね、まあ外国人観光客を受け入れた実績のある宿泊 施施設はまあ30施設は、えー、この30施設の収容人員は約3000人で、おおむね大きなホテル、旅館では受け入れを行っており、まあ、受け入れキャパはあるものと考えております。えー、またあの、えー、稼働率でございますが、先ほど議員の方はあは客室の稼働率で申し上げられ、言われましたけれども、えー、私どもの方ではあの、えー この市の市全体の宿泊実績を1年間の収容人員の総数で除したあの定員稼働率というので出しておりまして、26年度ではまあ39%ということでございます、でなお、のこの26年の国のほうの定員稼働率で言いますと 37.、37.9%ということで、若干高いというふうに思っております星野和彦さん。ありがとうございます それでもやっぱり、まあ、あの、パーセントのの半分を超えてないというところに。この、えー、インバウンド戦略のですね。旨味があるんだと、いうふうに捉えられるかと、私は分析をいたします。えー、次の質問です。観光案内所における、この外国人旅行者の問い合わせ数の概算。もしくは割合をご教授願います。松崎観光まちづくり推進室,室長。えー、天の橋立駅の。 の観光案内所における、まあ、実績になりますけれども、あの26年度の案内総件数、まあ、これは日本人も含んででございますが、4万2654件ということでございます。このうち外国人の案内件数は6276件ということで、まあ、外国人の,この案内件数の割合というのは14.7%ということでございます。ままたあのエリア別で見ますとあの アジアがだいたい55％、それからヨーロッパの方が4％、北米が3％ということで、まあそれ以外のエリアは 1％, 1未満、あの国籍の方が分からなかったものがまあ37％という内訳になります。星野和彦さん、えー、ありがとうございます。その数の多さに非常に驚きました。その際ですね、この国 <laughs> 外国人旅行者のニーズをマーケティングされていればご教時願います。 松崎観光まつくり推進室長、えー、直近の、まあ、ニーズ調査としましては、あの平成25年度にあの天橋立観光協会の方がまが、あ、外国人の観光客に行ったアンケート調査、これは3月中旬から4月中旬の、まあ、1か月間の結果でございますけれども、1位は日本三景天橋立の景色を、まあ、見に来たと。 いうことで、えー、それ以降、2位以下は自社仏閣の参拝、えー、温泉、食事、まあ、こういった目的で来られているということで、まあ、これらがニーズが高いものと考えております。えー、なお、今後なんですけれども、まあ、観光戦略等を立てていく上では、このマーケティングというのが非常に大事だというふうに思っておりまして、まあ、9月補正、12月補正でもまあ計上をさせていただいたところでございます。まあ、今後あのこのインンバウンドの方の方 マーケティングもさらに強化していかなければならないというふうに思っております星野和彦さんえ。ありがとうございます。え次に、ね、この宮津市の外国人旅行者に対する受け入れ体制およびインバウンド推進上の課題について、ご質問いたします。えまず、海外の交通機関における主な乗り放題チケットとして、私もこの学生時代、バックパッカーとしてです、ね、お世話になったんですけれども、このヨーロッパのユーレールパス。 あるいは米国のです、ね、グレーハンドバスが有名です日本にも同じように JR の外国人遊遇チケット、ジャパンレールパス、あるいはウエストレールパスがあります。しかし、第三セクター会社の端鉄では使用できません。改善に向けた動向と、他の第三セクターで認められた事例、もしくは共同で JR に交渉できる鉄道会社等があればご教示願います。 松崎観光町づくり推進室長あの JR の,あのウエストレールパスというのがございますけれども、このパスについてあの、インバウンド対策として、またあの京丹後鉄道の、まあ、利用促進として、まあ、大きな効果が期待できるということから、まあ、京都府、から兵庫県、丹後、丹鉄の沿線市町であの、JR 西日本に。 端鉄路線内へのエリア拡大をまあ要望しておりますが、まあ、現実には至ってないという状況でございます。まあ、JR 側からは、他社との共同で行う場合は、この経費配分が課題ということでお聞きしており、まあ、現時点では困難との回答をいただいております。支、ま、持、あ、としましては、引き続き、府、兵庫県、沿線、島市町と連携して粘り強く要望していきたいというふうに考えております。 なお、事例等があるかということでご質問いただきました、鳥取、岡山と京阪神と JR 線で結ぶ位置にある地図9個これ、第3セクターになりますけれども、ここが唯一例外として、JR 西日本と共通パスが実施されているというふうにお伺いしております。星野和彦さんありがとうございますす次にに昨年の3月にですね 一ヶ月間実施したワンコインバスですね。これ京都宮津間になるかと思いますけれども、天あ、まだ明ですね。この五百円の分です。この外京都、今後の取り組み方針があれば、ご教授願います。松崎観光まちづくり推進室長。えー、これはあの、現からありましたけれども、あの、平成二十五年度に、あの。まあ、緊急雇用対策事業の方で、あの。天の橋立観光協会が、一ヶ月間。 京都駅前から天橋立駅前まで高速バスを1日1便実証実験として丹後海陸交通に委託し取り組んだもので、まあ、実績としましては往路、復路ともに750人の実績がありましたで今後なんですけれども、まあ、このワンコインでのまあ自主運営は厳しいなどということをまあお聞きしておりますが まあここに料金設定に非常に課題があると思っておりますけれどもま京、あ、都市等からの送客増大が期待できるこの割引バスの運行に向けてさらに協議をしていきたいというふうに思っております星野和彦さん、えー、ありがとうございますこの辺りにも隠れたこのインバウンドでですね、えー、戦術があるかなというふうに思います次にご質問しますこのアジアからの外国人旅行者を中心に 日本でののの買い物はこの全消費額の約30 33となっております昨年10月より食料品、飲料品、医薬品、化粧品等の消耗品が消費税の免税対象となり地域ならではの銘菓や地酒など名産品が新たに免税対象となったことから香川県の特別名所栗林公園の敷地内にある物販店や和歌山マリーナシティの黒潮市場 黒潮市場等のが免税化され、全国各地に免税店が広がりました。本年4月1日時点の全国の免税店は1万8779店となり、わずか半年間で2倍になっております。宮津市におけるこの免税店の外況と、今後の取り組み方針があればご教示願います。松崎観光町づくり推進室長 市内の免税店の登録件数は今、2件ということでございます。1件の方はあはまもなく実施をされるということで聞いておりますし、もう1件の方はまだまだ外国人観光客の数が読めないことから実施を送られているという状況でございます。こうししたた中でこの免税店のの拡拡大大につきままては観光消費額の拡大、また 受け入れ環境の充実の観点から、非常に重要なことと考えておりまして、外国人観光客誘致の取り組みと並行して、事業者への制度誘致を図ってまいりたいというふうに考えております星野和彦さん、えー。ありがとうございます。えー、次ですけれども、総務省のこの全国的な w i f i 環境の整備に向けた方策というものがありまして、これを読みますと、官民連携による w i f i 整備の基本的な考え方という項目がございます。 その中で、交通商業施設は民間が主導し、公共的な観光拠点と防災拠点は行政が主導すると、こうあります。w i f i の成功事例としては、SNS の Facebook で、施設にチェックインするだけで,で、無料 w i f i に接続して、パスワードも新しいアカウントを作成する必要もありません。w i f i を使ってチェックインすると、そのことがニュースフィードに表示され、その友達に PR されます。 宮津市の wi-fi 企画の整備と統一化等について外概と今後の取り組み方針があればご教示願います。松崎観光まちづくり推進室長、えー、公衆 wi-fi の設置状況につきましては、あの公共施設ではあの宮津駅、天野橋立駅、韓国交流センターの3カ所でまあ、設置積みであります。また、あの主な民間の観光施設やホテル旅館等につきましては？ ま、今年度の調査において、まあ会となった37施設のうち、22施設がまあ約6割の設置が進んでおるという状況でございます。えー、さらにあのこの wi-fi の環境を整えるため、負の補助制度の活用により設置を促進していきたいという風うに考えております。また、あの。外国人観光客がまあ利用しやすいよう。この wi-fi 環境の統一化というのが非常に。 必要だというふうに感じておりまして本年2月にあの京都府の方が統一化に向けてまあ指名されましたこの Wi-Fi 環境の普及にえあの努めていきたいというふうに考えております以上でございます星野和彦さん、はい、ありがとうございますえ次ですえこの全国の観光案内看板の中ではこの東京都練馬区のようにアニメキャラクターを採用するものもあればえ仙台市や奈良市のようにスマートフォンをかざして 多言,多言語対応できる QR コードを活用するものもあります宮津市の観光案内版の英語及び多言語の対応について外境等今後の取り組み方針があればご教示願います松崎観光松づくり推進室長 この案内看板の関係につきましては、スペースの関係やの視認性、また美観等から国のガイドラインがあるんですけれども、これに基づきまして、英語兵器を基本として考えております、こうした中では26年度に門司地区に6基、から今年度は府中地区の方に20基、案内看板、マップ、案内看板等を整備をしておるところでございます。 でまあこうした中であのそれ以外の多言語化というところでまあ議員あのご提案のあの QR コードによる多言語案内につきましてはあの先ほど言いましたあの看板のスペースも取らない方法とまあ考えられることからまあ今後検討していきたいというふうに思っております以上でございます星野克彦さんえありがとうございます、えー、次です、えー、冒頭で申し上げたこの岐阜県高山市の成功事例を分析しますと。 その一つの中で多言語対応のホームページとパンフレットがインバウンド戦術に有効であると主要されます。近隣では福知山市のホームページが英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガロ,ロク語、この6カ国語に対応し、舞鶴市では英語、<laughs> ロシア語、中国語、韓国語の4カ国語に対応しています。宮津市の外境と今後の取り組み方針があればご教授願います。 松崎観光まず、観光情報の方のホームページにつきましては、現在はあの観光協会のほか、英語のほか、中国語、それから韓国語のこの3カ国語の対応をしており、今後、さらにあのこまめな更新によるまあ情報発信をまあしていくよう、観光協会と調整して、充実をさせていきたいというふうに考えております。 あのまたこれ以外のさらなるあの多言語化というところでは、今後のまあ国別やエリア別の入り込み状況を見て、検討していきたいというふうに思っております。それからあの市のほうのホームページにつきましては、これ、総務室の方の所管になりますけれども、私の方からまあちょっと代わりにお答えさせていただきますと、現在、多言語化対話はできておりません、しかしながらまあ来年度の実施に向けて、今、 検討しておるとといいうところでございますまたパンフレットにつきましては、これも観光協会のがあが作成をしておりまして、英語表示のパンフレットというのを作成し、観光客の方に配布をされております。でまあ 今後なんですけれども、まあ、現在の入り込み状況から見て、まあ、非常に中国が多いということで、あの少なくともまあ中国語のパンフレットや、この案内マップというのは必要ではないかというふうに考えておりまして、まあ、観光協会と作戦に向けて検討していきたいというふうに考えております、以上でございます星野和彦さんあの。政府観光庁の方にお伺いしたんですけれども、いっぺんにです、ね、そのパンフレットに、英語もフランス語もっていうふうにやると見づらくなるそうです。 かえって経費がかかると、でまあ、手前にその話だけどということですけれども、その政府観光局の,方のですの、ね、この最近の外郭団体に登録費用が確か60万と言われたかと思いますけれども、その中でやると、えー、翻訳から全部やってくれると、ですからぜひ、その、えー、地場でやられるです、ねえー、やるよりも比較をしていただきたいというふうに言われております、でそのときちょっと私、条件1つだけ、印刷は地元を使ってもいいですかということを問い合わせをしております。またそういう、い 他言語の対応もこれから必要になるかと思います次の質問です国土交通省のですね観光庁の調査によりますと外国人旅行者が日本で困ったことの一つに外貨両替とクレジットカードを利用できる場所が少ないことを挙げています岐阜県高山市では北陸銀行と大垣共立銀行の2店舗で外貨両替可能な窓打ちが設置されていますまた最近では旅館や観光案内所へ 外貨両替機を展開すする企業も出てきてきおります宮津市の外貨両替とクレジットカードに関する現状と、今後の方向性があれば、ご教示願います。松崎観光まちづくり推進室長。えとまずあの、この外貨両替の現状ということで、ね、あのキャッシュの場合の,あのこの両替でございますけれども、まあ、ドルにつきましては、平日の金融機関の窓口でできるところがありますけれども、 あの原やウォンといったところの両替はできるところは市内にはございません。また、あのクレジットカードのキャッシングにつきましては、あの悠長銀行の atm であれば対応が可能ということで、し、あのデビットカードの分類になります。けれども、あの中国のあの銀聯カードによるキャッシングは、あの天野発射定期のあの競技キャッシュコーナーで対応が可能と伺っております。こうした中であの？ 議員からあの外貨両替機の導入について、まあ、ご提案いただきましたけれども、まあ、この外貨の外人の特徴としましては、現金はあまり持ち歩かないと、えー、クレジットカードの支払いが多いようにもお聞きしており、まずはあのこの海外のクレジットカードがで、まあ、この決済ができるあのお店というのを増やしていくことがまあ優先する内容かなというふうに思っております。以上でございます 星野勝彦さん、ありがとうございます次の質問です、えー、キリスト教に次いで世界で2番目に多くの信者を持つこれがイスラム教徒になりますこのイスラム教徒は世界で約16億人と推定され特に経済成長が著しいインドネシアでは2億人を超えパキスタン、インド、バングラディッシュの順でアジアに集中していますイスラム教で合法の食事、ハラールの対応 あるいは礼拝所の設置、そのさらなる、これによってです、ね、さらなる外国人旅行者の大規模な誘致につながると言われていますが、宮津州の今後の方針があれば、ご教示願います松崎観光まちづくり推進室長あの。このイスラム圏の受け入れにつきましては、あのイスラム教の教えでまあ許されたあの健全な食品や、 活動を示すハラールへの対応が大きな課題というふうに考えております特に食品につきましては調理器具を区分するなどハードルが高くハラール認証を取られた施設は現在市内にはございませんハラールにつきましてはこの許されるものとそうでないものの区分が 複雑で非常に難しく、まあ、国ごとにも異なるようにもお聞きしております。でこのハラール対応につきましては、まあ、今後、さらに研究が必要というふうに考えております。以上でございます。星野和彦さん。一番いいのは、このハラールの施設が似合わずにあればいいんですけれども、京都市内の旅館、ホテル等が始めましたので、徐々にこれは広まってくるものだというふうに思います。えー、次の質問ででですす、えー、国土交通省ではですね 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、外国人旅行者が日本の宅配運送サービスを利用し、手ぶらで観光できる環境を定着させるべく、2013年のより、物流および旅行関係の団体とともに進めています。手ぶら観観光光についいてのの現状と今後の方針があればご教願います松崎観光松づくり推進室長 あの市内の,あの宿泊施設や、まあ、お土産物店などではもう従来からの宅配運送サービスを行っております、でこういう中であのこの本年6月から始まったこの手ぶら観光を促進する共通ロゴマークによる取り組みにつきましては今のところあの市内ではまあ行われていないというふうに認識をしております。でまあ、こののの共通ロゴマークの不使用につきましてはあの国交省への申請が 必要となります。えー、この情報発信とまあ、外国人観光客の利便性向上のため、この事業者に十分取り組みの周知を図って、今後その活用を進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。星野勝彦さんはい、ありがとうございます。最後にですね。今後の戦略と戦術について4点お伺いします。まず1点です。岡西前副知事の陣頭指揮のもと。 京都府の主導で一昨年3月に策定された海の京都構想の具現化で京都北部の各市長の連携が始まりました周辺地域のインバウンド戦略と戦術の把握さらに舞鶴市が全国の軍港とつながる広域連携に注力しているように日本三景の松島と宮島との連携など宮津市で何か新たな取り組みがあればご教示願います松崎観光まつづくり推進室長 えー、あの周辺地域のまあインバウンド対応の,まあこの戦略、戦術、方針等につきましては、現在のところ、把握はしておりませんけれども、あの海の郷と観光圏におきまして、今後、インバウンドにまあ力を入れていくということにされておりまして、今後、この各市町に集まって、インバウンドについてまあ協議する場が出てくるというふうに思っております。でこういう中で、各市町のインバウンドの,この戦略、戦術、方針等につきまして、 十分ににおお聞ききをしてていきたいたという,ふうに考えておりま,すまた、日本産経につきましては、日本産経観光連絡協議会というのをも作っております。この中では従来は、これまでからパンフレットの作成やホームページへの掲載、またイベント交流によるプロモーションなど、国内による誘客事業に取り組んできたということでございます。 今後はあのマーケットが拡大しているこのインバウンドにもまあ取り組んでいくこととしておるところでございます。以上でございます。星野和彦さん、はいありがとうございます、えー。ちなみに京丹後市はタイと非常に親密にされているかなというのがネット上なんかで見るとわかります。というのもタイとですね企業があのつながっているとタイにどんどん出て行ったりしているとそういうところも全国のですね各種を見てますと。 あの大きな特徴かなと、宮津市の場合に、じゃあ、東南アジアであり、ヨーロッパであれですね、そこに工場がある企業があるかっていうと、そこはちょっと弱いところだなっていうのは、あの切に思うところでございますが、それでも、えー、日本産経の天女の柱手を抱えているので、ぜひとも,ここも注力いただきたいというふうに思います。2点目です、姉妹都市の3市、これはニュージーランドのネルソン市、えー、米国のデルエビーチ市,市、それから中国の新農ノ市。 この活用について、何か新たな取り組みがあれば、ご教示願います。松崎観光づくり推進室長姉妹、えー、都市につきましては、あのこれまであの国際交流を目的にま取り組んできたということでございます。まあ、今後はあの、インバウンド等での活用について、十分検討していきたいというふうに思っております。星野勝彦さん、はい。ありがとうございます。 3点目です、例えばその京都の海の京都によるです、ね、海外での物産展の開催など、の積極的な海外展開について、今後の宮津市の方針があれば、ご教示願います松崎観光まちづくり推進室長。この海外の出展につきましてはあの ターゲットを定めて、海外での,この認知度を高めるため、まあ、必要なことだというふうに考えております。まあ、こうした中で、まあ、本市におけるこの海外の出展実績としましては、あの天橋とい観光協会になりますけれども、本年4月には、台湾の方で、あで、第1回タッチタジャパンへの出展、また9月には、オール関西第2回台湾商談会にまあ出展され、 本日旅行を取り扱う台湾の旅行会社との商談会を実施されたところでありますこの出店ではの天の橋立でのフォトウェディングハネムーン消費などを提案され、まあ、一つの成果としまして台湾の旅行雑誌にこの10月に天の橋立でのフォトウェディングハネムーンの特集がまあ掲載されたというところでございます今後の海外での出展につきましては、まあ、必要なものにつきましては今後も 宮津単独でも取り組んでいくことが必要と考えておりますが、できれば、この出店の際には多くの商品を持っていくことが望ましいと考えることや、大きく宣伝をしていくことも必要と考えており、議員お触れのとおり、できる限り、この海の郷土観光圏で取り組んでいくことが必要と考えております。ここうしししたたとと、から先ほどどもも、少触れれまけ海の郷土観光圏ににおいいてて今後インンバウンドに力を入れていくと こととされており海外の出店も事業としてしっかり組み込まれるよう調整をしていきたいというふうに考えております星野和彦さん、えー、ありがとうございますしっかり頑張ってその海外で儲、えー、けてくるんだということをお願いしたいなというふうに思います、えー、最後の質問いたします、えー、宮津市ではこの天橋建てから約40分圏内に雪が降るこの大江山スキー場と、えー、西亜高原家族旅行村があります岐阜県高山市のように 雪を前面に出し、海外業務によるプロモーションについて、宮津市でも今後、検討できるか否か、あるいは、えー、その他にでもです、ねこう、今後の海外展開というか、インバウンド戦略戦術で,です、ね、夢が語れるようなことがあれば、ご教示ください松崎観光まつづくり推進室長。えーと,、まあ、しとしましては、まずあのこの海外の情報発信やネットワーク、 ネットワークの構築に向けて、あの世界で最も美しいワンクラブへの加盟をしま、天野橋を含む宮津湾の魅力を全面に出し、誘客を図っていきたいという風にまず考えております。こうした中で、あの議員を触れの雪の活用につきましては、ま雪の降らない国の方々にとってはま魅力的な資源の一つ。という風うに考えますが。 まあ、プロモーションしていくには必ずその商品がある、まあ、この場合雪ということになると思いますけれども、まあ、そういった条件が整っていることが必要と考えており、まあ、降雪量が減少している中で本市では、まあ、限られたエリアになってくるというふうに考えますけれども、まあ、この冬瀬谷高原家族旅行村においてスノーモービルなどの雪遊びを体験メニューとして取り組むこととされておりこの取り組みが魅力的な旅行商品や 体験メニューにつながってていくよう市としてもまた海外のプロモーションにつきましては国内旅行者が、まあ、この国内の旅行がまあ減少傾向の中で平日の入り込み拡大も期待できるこの増加傾向にある外国人旅行者をまあ積極的に誘致していくことが必要と考えており本年10月に策定しましたの宮津市町人仕事創生 総合戦略において海外へのプロモーションの充実とインバウンドの推進を図っていくこととしているところでございますまあ、今後の策定においてこの総合戦略のアクションプログラム等において議員ご指摘の海外へのプロモーション等の戦略戦術についてもあの対制も含めてしっかり検討していきたいというふうに考えておりますのでまあ、今の時点ではこれからというところでございます以上でございます安藤理事 議員からは、大変たくさんのインバウンド方針に関するご質問をいただきましたで。松崎観光推進室長の方から中心にお答えをさせていただいたところですけれども、議員からのご質問内容のその心は一体何だったかなということを、私なりに考えてみますと、 宮津市は職員も限られておる、予算的にも制約があると、こういう中で、どういうところにターゲットを絞っていくのかと、そういうことをしっかり考えなさいよということを言っていただいたんではないかなというふうに考えております。先ほど、松崎市長の方からもありましたけれども、前回、9月の議会でも申し上げました。 私たちは現在の中国、香港、台湾、こちらを中心とした観光客の皆さんがたくさん来られているわけですけれども、その次の一手として、どこを狙っていくんだということで、世界で最も美しいワンクラブというものをきっかけに、欧米諸国にアプローチしようというふうに考えておりますと。 いうこととを申し上げたと思っております今日議員の方からは具体的な名前をいくつか挙げて、その考えていく先のアドバイスを頂い,いたというふうに思っております。例えばタイ、京単語はタイを狙っていますよということですけれども、これは確かに非常に大きなマーケットでございます。 タイは現在、これ2014年、昨年のデータではございますけれども、訪日客数では6番目にたくさんの方が来ておられます、そしてその訪日された方と、この旅行の間に消費された金額ということで見ましても、外国から来られた方の消費額の中で5%を超える金額を占めるということですので、これは大変いいなと。 私たちも考えていかなければいけないなということでございますが、一方でですね、じゃあ香港はそのタイに対してどれだけ使っておられるのかというと7、7%以上の額を日本で使っていただいております。ご存知の通り、一番は中国でございまして、こちらは、 外国人全体の日本国内における消費の3割を占めるという状況でございます。やはりこういうところを置いて、他に手を出すというのは、資源が限られたもののするべきことではないだろうということは認識しております。では一方で、欧州、あるいは欧米ですね、アメリカ、北米とヨーロッパ、およびオセアニアですね。 こちらでどうかというと、これで18.5%を超える消費がなされておりますということですので、われ我々が2番目に次に目指すターゲットとしては、こちらで間違いないだろうというふうに思っておるところでございます。先ほどのご質問の中で、イスラム圏が有望ではないかと。 ご指摘もありましたのでこちらについても私、見てまいりましたけども訪日客数で見ますと8番目と14番目にそれぞれマレーシアインドネシアという国が入っておりますがこちらの国々につきましてはですね訪日された方がじゃあどれだけ消費されましたかというデータを見てみますと2.6%ということでこれまだまだ。 上振れしてくるとととこころろを待つかないいうところでございますインドネシア人口は多いんですけども国民の平均所得という点で見ますとマレーシアの10分の1なんですね。ということは人口とその国民所得をかけたポテンシャルという点で見ますと日本に来られたお客さんの中で見ると。 マレーシアとインドネシア合わせましても1.6%という層でありまして優先順位としては少し下がるのかなとで訪日された方人数で見ましてもその来日された方の人数のポテンシャルという点で見ましてもこれは韓国が一番ということになっておりますでそういうようなデータ等を見ながらこれからも観光戦略 どういうところにアプローチをして、見合わずにお客さん来ていただいて、そしてここで消費をしていただくか、その際には、見合わずにある何が我々の強みなのかということを十分に考えた上えで、効果的な PR をして、たくさんのお客さん来ていただいて、たくさん消費をしていただいて、市内の消費産業につなげていきたいというふうに考えております。 星野和一さん、えー、ありがとうございます。えー、っとねハラルについてはですね、えー、先ほどまあアンドリューはおっしゃられましたけど、インドネシアっていうのは、えー、非常に急成長で伸びてます。もうすぐ先進国に入ります。ローソンも一万点展開しようというふうに言っております。えー、そこに伸びしろがあるんですね。この数値の見方っていうとマーケティングっていうのは現状の数値の捉え方と過去の えー、未来に対する予想図というのを書いていく上で、このハラル対応があればと、ハラル対応しているところには逆に観光客が流れます、ですから今後の、これ、国策でもあると思うんですが、ハラル対応というのは進むはずです、これは国の方も言ってます、ですからこの辺もキャッチアップしていただきたいというふうに思います、で最後にちょっと、所見というか、ですねこの間、東南アジアに来まして、非常に感じたことと3つだけ言わせてください。 航空運賃は非常に安いです。あの、インドネシアのジャカルタと関空の往復で4万6千円でした。あの、東京に行くことを思えばですね。実は距離はありますけれども、東南アジアというのは非常に近いです。ですから、あの遠い国だと思わずにですね。時間は、えー、それ航空時間8時間とか乗りますけれども、お金の面で行くと非常にまあ、え身、ー、軽に行けるところです。それと2つ目が、えー、この？ いろんな困ったことをですね、打開する時の閉塞感の打開ということで、米国の G の弱エル値は選択と集中というふうに言います。今のこの閉塞感を突破するという意味では、この選択と集中と目標を定めて突破することというのは可能なはずです。ぜひこの観光業についてですね、選択と集中を進めていただきたいというふうに思います。最後にですね、このえまあ。 米国のですね、このユニオンパシフィック鉄道のまあ鉄道員をお父さんにおももたれてましたけれども、まあ後に工学をして、その末このディズニーランドを作ったウォルトディズニー、彼はですね、ミニチュアの鉄道を乗って遊ぶことが趣味でした。彼の言葉というのがですね、こんな言葉を残しております。If you can dream it, you can do it。夢見ることができれば、それは実現できると。 ですから今のですね閉塞感を打開する意味で総力を挙げてですね我々も含めて宮城全体でですね何とかこの観光業で立て直していくんだということを明確にしていただきたいというふうに思います非常に早口でですね長い時間にわたってしかも最後で非常に申し訳ございませんでしたが非常にありがとうございましたすみません失礼します。